するしない？リーチ。もう古田さん、はい、もう汚い。汚いですか？はい、6枚切りにしてほしいし、もうこういうリーチ棒の置き方だと誰がリーチしてるのかよく分かんなくなっちゃうし。その言葉を待ってました。え実はですね、はい、そういったユーザーさんのストレスを軽減するための新商品を開発させていただきました。アモスコンパス。コンパス、はい、こちらがあるとですね、実際置いてみますね。よいしょ。6山サイズが6山のサイズ感、リーチ棒置き場で、こちらのですね、サイコロだとかっていうのを紛失することってあるあるだと思うんですけども、サイコロ置き場もどちらにでも大丈夫なんですけども、置くことも可能となっております。すごい、はい、これでリーチ棒もしっかり自分のところに置けるし、はい、行方不明にならないですね。はい、こちらの四隅のストッパーをつけることでですね、ユーザーさんがちょっと強めの、はい、打牌をしても、このプレートがコンパスは動かない、ずれにくくなってますので、一回試してみてもいいですか？はい、どうぞ。ぜひ真ん中に置いていただいて、はい、強めに切ってみたいと思います。はい、さっとやっても全くコンパスはずれませんでした。そうですね、すごい画期的な商品、はい、ありがとうございます。6枚揃えられてリーチ棒の置き場所、サイコロ置き場もう完璧。いや、さらにこれのいいところは、私ちいちゃスタートで始まったんですけど、はい、私のところにちゃんとトン、ナンシャーペーと直でもここで確認できる。そういうことです。さらに、はい、この数字がキーポイントですよね。はい、あのよくあの初心者の方はサイコロの出目が取り順、はい、取り場所っていうのが分かんなくなることがあると思うんですけども、まあ、サイコロ振っていただいて親の方がもう7だったらこっちの数字を見ていただければ、うん、ここの場の7山から取っていただくっていうのがすぐ分かるようになっております。はい、これは覚えたてでも便利な機能ですね。はい、でこのトンナンシャーペイというのがすぐ分かるっていうので、コンパスっていう由来の一つになっております。お名前の由来、実際にここにコンパスらしきものが入っております。はい、はい、古田さん、こちらの販売価格といつ頃発売になるのか教えてください。はい、こちらの販売価格、販売時期がこちらになっております。安いですね。はい、もう皆さんお買い求め安い価格にしておりますので、よろしくお願いいたします。